はい、こんにちは。この子猫です。今日の一日一冊は、嵐が丘です。いやー、10年ぶりに読み直しましたが、著者のエミリー・ブロンテ、ほんとすごい。ここまで激しく悲しい愛と復讐の物語は、もうそうそう出てくるもんじゃないなと思いました。嵐が丘と呼ばれる屋敷に住む人の良い主人、アーン将は、ある日、外出先で身寄りのない男の子、ヒースクリフを見つけ、哀れに思い家に連れて帰ります。アーン将はヒースクリフを実の息子のように育て、アーン将の娘キャサリンもヒースクリフと実の兄弟のように仲良くなります。が、主人、アーン将が亡くなったこと、それが、恐ろしい悲劇の始まりとなってしまうというお話です。もうね、マジで悲しいです。登場人物のほぼ全てが不幸のどん底に陥れられます。でもそれも愛のためなんです。ヒースクリフの狂おしいほどの愛、もうそれはヒースクリフが病床のキャサリンを見舞ったシーンで、冷酷な行動ばっかり取ってきたヒースフリクがまさかの涙を流すところでもわかりますし、ヒースクリフが自らの心情を吐露するシーンで、俺にとっては彼女を連想させないものはないのだというセリフからもわかります。ただその愛がもうそれを満たすためなら周りをいくらでも不幸にしていいという歪んだものである、この一点のためだけに物語があまりに悲しいものになってしまっているのです。まあ、最後に一つだけ、ヒースクリフが幸せであったかどうかという点ですが、私は幸せであったと思います。まあもちろん彼の取った行動は決して許されることではないのですが、まあ最終的には望むものを歪んだ形であれ手に入れたという意味では、まあ彼の人生はある意味一つの正解だったのではないでしょうか。まあね、本当ただただ悲しい。しかしですね、後味は決して悪くない。そして間違いなく感動できる一冊かと思いますので、ぜひ嵐が丘読んでいただければと思います。と、こんな感じでこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくださった方はぜひ高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。では明日もまた会いましょう。バイバーイ。